皆さんこんにちは。フェニックスフィルムズ株式会社の松村直樹と申します。よろしくお願いいたします。今日は映画カメラマンの根岸さんに来ていただいております。来ていただいた理由は根岸健一さんの、映画撮影講座というのを開きますので、そのどのような講座になるのかっていうのをお聞きしたくて今日は来ていただきました。根岸健一さん、それでは自己紹介とをお願いいたします。はい。私は日本映画撮影監督協会に所属してまして、はい、撮影監督という仕事をしています。はい。まず最初に、玉井正夫さんという大先生のところで、はい、玉井正夫さんというのは成瀬みきおさんとか、はい、黒澤明監督とか、いろんな昔の日本映画の大御所たち、大御所先生たちについてた撮影監督さんのところに修行に入りまして、はい、その後そこで修行してる間に大島渚監督についてた高田明さんという方に拾われまして、はい、でそこで白日夢という武智鉄二監督の、はい、本編にの、はい、で撮影助手デビューをしました。はい。それはまあ大変な撮影で、1000フィートマガジンを5台並べて撮ったりとか、はい、っていうのをしてました。はい。で、その後、川上浩一さんとか篠田昇さんとか、はい、素晴らしい人について、はい、修行させてもらいまして、はい、それで自分では黒澤清監督 の、はい、地獄の警備員っていう映画で撮影監督デビューしました。はい。でまあその後いろいろやってまあ実はその撮影監督になった地獄の警備員で、はい、自分がスクリーンで見た時に、はい、フィルムの修行をいろいろしてきたのに、はい、俺こんなもんなんだって思ったんですよ。そうですか。はい、絵ではなくて、はい、俳優さんの気持ちとか心とか、はい、監督の意思とかが自分の中では見えなかったんです。はい、絵は撮ってたんですけど、はい、絵もまあ未熟でしたけど、それでこれはなぜ何が自分がダメなのかなと思った時に、はい、篠田昇さんとか川上浩一さんとかはみんなドキュメンタリーをやってたんですよ。はい。つまり本物のリアル、はい、本物を撮ってたんです。はい。で俺はそれやってなかったので、はい、そこから改めてまた修行をドキュメンタリーの修行をしたりとか、はい、まあその中でも映画撮ったり、まあ、してましたけど、はい、で修行させてもらった。はい。それでやっとリアリティっていうものが、はい、なんとなく分かったんです。はい。そうリアルとリアリティ、ドキュメンタリーはリアルでできたんですけど、はい、映画はリアリティですね。はい、リアリティを作っていくものだと思うんですよ。はい。でそのリアリティの元にあるのはリアルなので、はい、それを勉強しなきゃいけないなと思って、はい、それで勉強してでまあ今に至るんですけど、はい、まあその途中まあ佐賀のガバイばあちゃんとか、はい、深田浩二監督の劇場映画デビュー作の艦隊とか、はい、まあそれも東京国際で作品賞取ったりとか、はい、その後淵に立つじゃなかった、その前にある小鳥の作業っていうので、はい、それも三大陸映画祭っていう大きい映画祭で、はい、フランスですね。そうですね。はい、賞を取ったりで、まあ、短編も取ったりいろいろしてて縁に立つっていうやつで、はい、まあカンヌで賞をもらいました。はい。でその後横顔っていう映画はロカルノで出品しさせてもらって、はい、で結構まあ評価をもらって、はい、っていう経験がありますね。はい。で講座ですよね。はい、講座。講座は自分は横浜銀行とか三菱銀行とかの講座、はい、あその講座じゃないですよね。違います。あ、違います。
あの末広亭とか、あ、それも講座は違いますよね。それでもないですね、はい、あのアルカポネがいた講座のストラです、それは違いました、間違いました、はい、なんでこれやってるのすいません、はい、まあ、あの撮影に関して、はい、今コロナの時代から、まあ、いろんなことがなんか機械を頼りに、まあそれは素晴らしいことなんですけど、はい、大事なことを忘れちゃいけないなと思って、はい、機械に頼っちゃいけない、はい、システムに頼ってはいけない、はい、人間が持ってる能力感覚、はい、それを継承していかなきゃいけないな、はい、やっぱりその世界でやっぱり日本すごいって言われてるんですよ、はい、あの俺世界遺産とかドキュメンタリーです世界一周2回ぐらいしたり、はい、世界で、大陸は南極北極外をほぼ全部行って、はい、いろいろ見てきたりしたんですけど、はい、やっぱり日本って素晴らしいって言われてるんですよ、はい、あの極東の島国で、はい、本当に日本の中の文化を大事にしてる、はい、それが他の国ではまあ、みんな大陸になってるので、はい、まあ打ち消し合うというか、はい、その文化を文明を、はい、の戦いがあって、はい、自分の国をどうやって残すかっていうのがになってるんですけど、はい、日本ってもうそれがないので、はい、独自に文化をどん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 継承していって、はい、それが今世界でも素晴らしいって言われてる、はい、全部それは精神なんですよね、はい、気持ちなんですよね、はい、そこが世界で素晴らしいって言われてて、でそれが経済大国である日本が、はい、機械がやっぱりいろんな、機械的なことで先に行かなきゃいけないって、はい、それも素晴らしいことですごいことなんですけど、そこにでも精神がついていかないと、はい、やっぱり日本の良さがなくなってきちゃうんですよね、はい、話長いですよね、大丈夫ですか大丈夫です、セミナーやってると舞台で登壇したりすると話長いんですよ、はい、大体ね突っ込まれてね、はい、でそこでなるべく短くしなきゃいけないと思ってやるんですけど、短く話すの難しくて、はい、ポッと人に言われて、はい、人がそれを聞いて、はい、理解できないことが多いから、はい、でそこは本当に時間かかっちゃって、はい、でもその話をすることによって、はい、みんな少しでも感じてくれればいいなと思って、はい、でまあ、ずっと話しっぱなしですけどいいですか、はい今機械がどんどん良くなってるんですよ、はい、キャメラとか編集とか、はい、パソコンとかいろんなものが良くなってて、はい、あんまり何年も何年も修行しなくてもできるような、はい、まあいろんなことがみんなそうなんですけど、はい、それが果たして本当にいいのかなっていう、はい、まあいいことなんですよね、はい、この時代でパソコンで会話したりとか、はい、会社行かなくても仕事できるような、はい、それはそれでいいんですけど、でもそこで薄れていくのは感覚なんですよね、はい、自分一人の持ってる感覚は実は大したことないんです、はい、その感覚って周りから影響されるんですよね、はい、人と話したり、はい、人を見たり何かをしたり一緒に何かを作り上げていくことで磨き上げていくもので、はい、それが薄くなるとその人の感覚も薄くなってきちゃうと思うんですよ、はい、それはやっぱり撮影にとってもとっても大事なことで、はい、その感覚、自分が持ってる感覚っていうものを、はい、磨いていくことが修行になると思うんで、はいはい、それは実はその修行結構しましたけど、はい、皆さんは修行しなくても今の時代何でもあるので、はい、何でもできるんですよ、はい、自分がやろうとしたことはやろうとしたことができるので、はい、自分なりの修行ができると思うんですよ、はい、それを積み重ねていってほしいなって、そうすると本当の自分がきっと見えてきて、はい、何が自分が必要なのか、はい、何をするべきなのかっていうことが分かってくると思うんですよね、はい、だその機械にばっかりこう追われていると、はい、自分がどんどん見えなくなってきて、はい、機械作業で終わっちゃうと思うんですよ、はい、それだといいものができないなって思うんですよね、はいはい、まだカメラは、まあ、何でもいいわけではないんですけども、はい、まあある程度撮れて自分がやろうとしていることが、はい、使えれば、はい、うん、カメラは何でもいいかなと思うし、はい、
で、よく写真を撮ってて、はい、プリントしたり、はい、上がってみた時にあれこんなつもりじゃなかったのになってでデジカメで撮ってても、はい、後で見るとあれあの時いいと思ったのになって思うことがよくあると思うんですよ、はい、それは機械に頼ってるからです、はい、自分が何をしようとしてるか何を撮ろうとしてるかっていうことがちゃんと分かってないから、はい、もったいなく終わっちゃうんですよね、はい、その逆にお母さんが子供を撮るじゃないですか、はい、カメラなんか使わないわけですよお母さんは、はい、カメラなんかそんなの苦手ですよ女性、はい、まあ女性を全部言ってるわけじゃなくて、はい、お母さんって子供を育てることが精一杯で子供がいるとカメラじゃなくて子供になるわけです、はい、でも子供を撮りたいからってカメラを撮るんですけど、はい、でもいいんですよ、はい、お母さんは子供を愛してて、はい、子供のことをよく知ってるから、はい、だから素晴らしい映像をお母さんは撮るんですよ、はい、そういうところなんですよね、はい、それちょっと合わせて考えるとやっぱり気持ちがあれば素晴らしいものができる、はい、まあ、これ講座の時に言いますけど絵画とか彫刻とかいろんな歌舞伎とかいろんなことに共通してて、はいはい、それからこう自分を作っていく自分を光らせていくことになるなって思うんですけど、はいはい、長いっすね俺大丈夫ですかいや今話されたようなことを講座でそうですねお聞きできるで、ね、もっともっともっといっぱいいろんな話があるんですか世界的な世界の話もあるし、はい、カンヌの話もあるし、はい、もういろんな監督とやっていろんな監督の、はい考え方とか思想もありますから、はい、それをどういうふうに自分が理解して、はいはい、自分なりにそれを出していくかっていうことも含めていろいろやれると思います。はい、わかりました。で、講座に参加される方は別にカメラマンの卵とかそんな方だけではなくてもいいんですよね。人間であれば大丈夫です。わかりました、ありがとうございます、それでは根岸さんの講座に、応募される方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。